行きたいところがあって。欲しいことがあるんだけど。うん、いいよ。付き合ってほしいことってこれ？嘘は言ってない。でも先に言ってくれればいいじゃん。言ったら逃げるでしょ。まあそうだけど、だって全然わかんないし。どこがわからないの？全部。そんなんで今までどうやってきたわけ？容量と運？ムカつく。いやいや、それほどでも。褒めてない。基礎から教えるから全部覚えて。私は思ってる。みんながなあなあにする部分、楽しければいいやと後回しにすること、そういったところを全部見抜いてレナさんは指摘する。レナさんがいなかったらこの世界での私たちの生活はうまく回っていなかったかもしれない。多分嫌われるのが怖くない人なんだろう。私にはできない。次はこの応用問題ね。もうよくない？覚えてるうちに鳴らさないと定着しないから。うげー、優しいよな。ここまで面倒見てくれるなんて。噛み砕いて説明してくれるし、教科書に載ってないことを聞いてもパッと答えてくれるし。で、止まってる。はいはい、やります。
ず、だから私はレナさんのことをかっこいいと思う。どうしてレナさんはレナさんでいられるのだろう。時間ある？中庭行かない？うん、行こっか。騙された。人聞きの悪いこと言わないで。いや、あの誘い方は卑怯じゃん。誰も中庭で勉強するなんて思わないって。どこをどう使おうが自由でしょ。そんなに面倒見てくれるの？人を注意したり勉強を教えたり。私なら面倒くさくてできないよ。臆病なだけだよ。何か問題が起きるのが嫌だから先んじて対処しているだけ。勉強してるのもそう。石橋を叩いて渡るんじゃなくて、どうやって石橋ができているかを知って安心したいの。怖いの、知らないことが。知らないことで手遅れになってしまうことが。もしかしたら私、あまり人を信じてないのかもね。そっか。でもそれってちゃんと先のことを考えられるからできることだよね。そうなのかな。偉いよ、私行き当たりばったりだからさ。もしかしてレナさん、それだけ勉強してるならこの世界のことも何か分かってたり。それはだよね。レナさんでもこの世界のことは分からないんだ、うん、レナさんは人を信じていないという。でもそれならここまで人のために手間暇をかけられるのかな。私にはそうは思えないよ。そうね。どこに行くの？
ふむ。わかった。ありがとう。楽しかった。行きたい場所ある？あおちゃん。
ほほう。あおちゃん。しようかな。今日はこれの気分。もう少し。どれにしよう。これを使うね。どれを使う？一丁やりますか。できた。何を作ろう。材料は揃ってるかな。しませんか。うん、移動しよっか。ほら、また目つむってるよ。ちゃんとシャトルを見ないと。それ、前に教えてくれた方にも同じことを言われました。でも、どうしても怖くて。ボールじゃなくて羽だよ。しかも未経験者がゆるーく打ってるやつだよ。それでも怖いものは怖いんです。やっぱり別の遊びに。いえ、続けてください。ヘタヘタです。ちょっと意外だったな。優等生ってイメージだからスポーツもできるんだと思ってた。そんなことないですよ。
それにできることだって普通のことだけですし。そう？家事ができるってすごいことだと思うけど。家事ができないって言ってる人は面倒くさがってやってないだけなんですよ。特別な技能は何もいらないんです。必要なのは習慣と経験だけなんです。志保さん、それ謙遜して言ってるんだろうけど、私にも刺さるからやめて。刺さるように言ってるんです。でも志保さんといると確かに安心する。特別じゃないから、私みたいに。なんて志保さんに失礼か。とは言ってもそんな自分がちょっと好きだったりなんて変でしょうか。え、お腹空いちゃいましたよね。お弁当作ったので取ってきますね。Thank you.
行きたい場所ある？行くの？そうね。
楽しかった。何を作ろうかな。どれにしようかな。今日はこれの気分。実はバレエの指導を受けるためにこの町に来てたんだ。今日で指導は終わりだから帰らなくちゃいけない。そうだったんだ。そんな顔しないで。いつかまた来るから。続けることを選んだんでしょ。それならまたここで会える。その時はさ、いつもみたいに迎えてくれると嬉しいな。はい、約束します。そう、約束したんだ。次に会った時はあの言葉で迎えるって。最後にもう一回聞かせて。結構好きなんだ。
志保の出迎えの言葉。だけ伝えられることは少ないけど、私たちに分かる範囲で答えます。みんな記憶がなくて、けど心トープという場所に行くことで記憶を取り戻せる。まあいきなり言われても分かんないよね。ひとまずここにいれば安全だと思う。ごめんね、私たちもどういうことなのか全然分かってなくて。ううん、平気。むしろ今の方がすっきりしてるかも。ついさっきまでずっと寝てるのか起きてるのか分からないような状態だったから。そういえば私もそうでした。突然意識がはっきりして、そしたら皆さんがいて、寝てるのか起きてるのかわからない状態か。それって私たちの行動の何かがきっかけになって志保さんや雛子さんを起こしたってこと？ってことは青のコールドスリープ説がもしかしたら正しいのかも。少なくとも普通の日常を送っている人を連れてきてるわけじゃないんだね。よかった。私たち一歩間違えたらとんでもなくひどいことを繰り返してることになってた。私は普通の日常を送ってたけどね。そういえばそうだった。あれ、つまり結局よくわからないということになりますね。まあまた後で考えよう。今はひな子のことだよ。そうですね、いろいろ案内してあげないと。みんなありがとう。いろいろ大変だろうし、私もひな子さんに積極的に話しかけてみよう。よし、よし、よし、やった、よし。うん、ひな子さん。ごめんね。Thank you.
ごいよ。そうだ。え？いや。星崎さん、どうしたの？青でいいよ。中庭にいたのが見えたから。どう？この場所は慣れた？どうかな。不自由はないけど、なんだかやっぱり変な感じ。変？昔のことは覚えてないけど、でもこんな感じじゃなかった気がする。私はみんなと違って前のことも覚えてるけど、ここの暮らしはどう考えても特殊だよ。やっぱりそうなんだ。そうだねえ、青たちは志保の記憶で私を見たんだよね。それ詳しく教えてくれないかな。私がどういう人物だったのか知りたい。そうだな、どこか強さを感じる人だったかな。私は知らなかったけど、ひなこさん有名なんだって。バレエの天才児だったらしいよ。バレエ、
そういう強みを持ってるからかな。しっかりとした自分を持っているように思えたのは。何か感じる。何かはわからないけど、それがとても大事なものだったって確信できる。この音、ホロトープが出てきたんだ。これで記憶取り戻せるよ。あれがそうなの？私たちも入り口まで行こう。バレエがきっかけか。これはイメージ通りだね。むしろそれしか考えられないって感じだったしね。あの光の先に行けば私の記憶を取り戻せるんだよね。これまで通りならそのはずだよ。みんなに出会ってから、いや、それよりももっと前、一人で寝てるか起きてるかわからなかった時からずっと不思議な感覚があるんだ。不思議な感覚？思い出さなきゃっていう強い感情、それと一緒に浮かび上がってくる自分以外の誰かの名前、ユズ、ライム、ひな子の友達の名前かな。今まで記憶を取り戻す前の段階で自分の名前以外を覚えてる人はいなかったのに。きっと特別な人たちなんだね。うん、そうかもしれない。お願い、私をあそこに連れて行って。もちろん。